アメリカ海軍は20日から21日の2日間、南シナ海で自由作戦を開始していました。中国が勝手に進めている人工島建設への抑止策として、この作戦を展開したのです。ところが、翌日の22日に、スカボロー礁付近で爆発が起きていたことが分かりました。なんと TNT、トリニトロトル塩、代表的な爆薬換算で、最大20キロトン相当の放射線量が観測されたといいます。南シナ海の海底 50m での爆発だったそうです。爆発直後、台湾と中国沿岸部では、急激な放射能レベル上昇を観測、センサー類も発生した衝撃を観測しました。ちなみに、このスカボロー礁は、フィリピンのルソン島の西 230km の距離にある海礁で、フィリピンの排他的経済水域内にあります。ということは、中国にとってもアメリカにとっても外国領のはずです。が、中国は、このスカボロー礁も、自国領として、実質的な支配下に置いているのです。爆発地点は、アメリカ原子力潜水艦の定期的航行コースとされていたので、アメリカ海軍の原潜が爆発したのではないかという憶測も広がりました。アメリカのラジオ局が、軍の情報をキャッチし、報道したそうです。内容としては、TNT 換算10から、マックス20キロトンという情報が入ったとのこと。ただし、この地点は、アメリカ原潜が往来している海域という情報についての公式発表はありませんでした。というか、発表する方が変だと思いますよね。潜水艦の所在を公表することは、潜水艦の存在意義そのものに関わる大事なことですから、公にしたら、裏の糸を勘ぐってしまいます。原因としては、原潜が爆発したのか、何らかのトラブルがあって、放射能関連部分が破損して爆発したという可能性が高いとされているようです。場所は、アメリカだけではなく、中国も関係するところです。どちらの潜水艦なのか、未だ分かっていないということです。これだけの爆発なのに、報道も全くなかったのは、なんだか、怪しい気がします。でも、どちらにしても、この事実は、なかったことになるのでしょう。恐ろしいことに、最大値では、広島、長崎よりも大きい放射線量を観測しているというのに、一体何が起きたのでしょう？そして、アメリカは、12月4日、海軍が、新世代原子力潜水艦の建造に着手すると公表しました。この爆発の後で何やら焦って公表したようにも感じられました。新原潜の建造はバージニア級9隻で予算は222億ドル超、日本円では2兆4000億円という高額契約ということです。この最新鋭原子力潜水艦にはトマホークミサイルを40発発射可能な設備 SLBM が搭載される予定ですが、現在はマックス12発という制限を受けているのです。攻撃型原子力潜水艦はアメリカの真骨頂とも言えますし、得意分野です。すでに先行進度に耐える新たな材料を開発しているのかもしれません。潜水艦の重要ポイントである静粛性は言うまでもないのですが、原子炉の熱をどうやって隠せるのか、または冷却できるかで、存在を発見されることのない、いわば海底での忍者になることができるのです。静粛性では日本も負けてはいません。しかし、原子力潜水艦には稼働時間や航続距離などでは劣ってしまいます。
原子炉は限りなく無限に稼働できると言っても過言ではないでしょう。しかし、運用するのは人間です。食料などや補給、給養など乗組員の福利厚生の問題もあります。つまり、無限に先行はできません。補給をどこかでやらなければならないのです。アメリカの原子力潜水艦は、1000M も潜れる潜水艦もあるとのこと。最も公式発表はありません。そんな潜水艦が原子力で攻撃型だすれば、やはり周辺国への抑止力効果は絶大と思われます。そしてアメリカでも SLBM の発射実験が12月14日に行われました。最新鋭原子力潜水艦建造計画を発表した後の出来事ですから、やはりこの一連の報道に関係性を感じずにはいられません。ただし、アメリカ側は抑止力効果を狙ったものだとの報道もあり、SLBM トライデント 2D5 はこの発射実験で176回目の成功という報道が流れました。中国の ICBM もアメリカ本土全体を射程距離に入れています。どちらのミサイルも抑止効果を狙ったものでしょうね。しかし、中国の潜水艦技術が年々上がってきている状況の中、北朝鮮も SLBM 搭載潜水艦を建造しているのです。と同時に SLBM 発射実験を行いました。実験発射とは発表していますが、日本や韓国はこれを飛翔体と呼んでいます。ミサイルですよね。実は韓国も SLBM 発射装置を搭載した潜水艦建造を計画しているのです。この計画がどう進むかはわかりませんが、中国も潜水艦はまだまだという情報もあるので、日本などの先進国の潜水艦とは全く別物と考えるのがいいかもしれません。それにしても、韓国が潜水艦、北朝鮮への抑止力になるでしょうか？むしろ、戦車とか航空機などの地上と空を防衛するべきじゃないかと思うのですが、余計なお世話かもしれませんね。南シナ海や東シナ海は、日本やアメリカにとっても重要な海域です。中東からの原油などを輸送するシーレーンとして、航行を妨げられないように守る必要がある海域です。そんな海域で、かなり好き勝手に行動しているのが、中国ですね。アメリカが、スカボロー礁沖での中国の行動人工島を作り、軍事基地建設を行ったことに危機感を抱いたのは当然です。中国は何も作らないという協定を破り、いつの間にか軍事基地へと変化させ、現在ではかなり大きな島に変わってしまいました。滑走路などもあり、補給ができるほどの基地になったのです。今までは、南シナ海を自由に航行できるほどの軍事規模もなかったのですが、物量作戦が得意な中国は、建造スピードが桁違いに速く、次から次に新施設を建造しています。人も金も惜しみなく注ぎ込んでいると言っていいでしょう。と言っても、中身の良し悪しは別物です。アメリカには追いつかないと推測されますが、数で襲ってきたら、さすがの軍事大国アメリカでも太刀打ちできない状況へ陥るかもしれません。そうなると、最新鋭の装備品が、今後の鍵を握ることになると考えられるのです。人間が使うのではなく、ドローン、または自動化へと変わっていく、過渡期に誤って発射事故などが起きて、
最悪のシナリオにつながるのだけは阻止したいものです。今後どういった性能の兵器が出てくるのか、そこに人間が関わることになるのかなども非常に気になる部分です。ここで連想してしまうのがターミネーターなんですね。オープニングの煙の中から登場する銀色の人間のシーンはあまりにも有名ですね。カリフォルニア知事も務めたアーノルド・シュワルツェネッガーが演じ、大ヒットとなりました。サイボーグの暗殺者ですが、あのような状況だけは作ってはならないと思います。感情のない機械に戦いをさせ、人間が痛みを感じない時代は来てほしくないと思うのです。様々な反応を見ますが、実際には何が起きているのかわからないという声があるのです。核実験ではないかという間違った見方も実際出てきているようです。これはありえない話で、本当のところはアメリカの原子力潜水艦と中国潜水艦との何かの小競り合いだったのではないかと思われます。ここへ来て、世界最強の原子力潜水艦の建造計画まで出てきたというのは、なんだかつながりがあるのではないかと感じています。SLBM 発射実験も一連の流れではないのでしょうか。この報道が以後行われていないということも引っかかります。極秘扱いになっているのでしょうか。